飯田純一郎は、日本の歯科医師、歯学者。北海道大学大学院歯学研究科高校、機能学講座歯科共生学教室前教授、日本学変形症学会理事長。1978年、東京医科歯科大学歯学部卒業。1982年度、大学院修了。同年3月、東京医科歯科大学歯学博士論文の題は、 実験的派の移動時の試行膜における血管透過性更新反応の教授的変化について、以後、同大学にて助手、講師、助教授を務め、2000年に北海道大学教授に就任。AB、特定非営利、活動法人日本学変形症学会日本、司会学会、日本司会学会、2013年1月25日閲覧。 abcdefghijklmn.o. 飯田淳一郎 .read& リサーチマップ科学技術振興機構。2013年1月25日閲覧。博士論文書誌,誌データベース評議員一覧。日本史科学会。2013年1月25日閲覧。役員平成23.24年度理事漢字。日本郊外列学会。 2013年1月25日閲覧。役員、評議員、日本高校科学会。2013年1月25日閲覧。北海道共生歯科学会。日本共生歯科学会。2013年1月25日閲覧。ありがとうございます。